働く魔王様、作画が悪いとか言うんじゃなくて、って言おうとしたら、なんだこの顔。やっぱ作画悪いわ。片手で働く話も、海の家で働く話も、もちろん最初のアラスラムズの話も、全部ギャグが爽快じゃないんですよね。テンポが悪いのと演出が悪いのと脚本が悪いのと、作画悪い。やっぱつれえわ。ってことで一応最後まで見ますが、悲しい日記だったね。で終わりそうです。以上、働く魔王様のお話でした。